ともるのです。今日はオールプチプラでブラウンメイクやっていきたいと思います。先に言っちゃうんですけど、コスメのレベルが本当に高いです。もう本当にお値段以上です。で、オールプチプラコスメのちょっと難しいのが定義の部分だと思うんだけど、今回はそのデパコス、そのデパートコスメの除いた以外のものなので、ロフトとかプラダとか、あと薬局で販売しているものにフォーカスを当てて紹介していきたいと思います。なので、まあ、ちょっとそういう意味でお値段に振り幅はあるかなって思うんだけど、その分本当に私も普段お世話になってるめちゃめちゃいいコスメたちを揃えてますので、ぜひ一つの参考にしてみていただけたら嬉しいです。それでは最後までよろしくお願いします。レッツゴー。したらちょっと始めていこうかなと思うんだけど、下地がですね、イトゴスのミネラルインナートリートメントベースのラベンダーベージュのカラーです。ラベンダーベージュなんだけど、カラーがね、意外とこんな感じで結構馴染みがいいんですよね。ベース系はね、やっぱもともとエトゴスめちゃ使ってて、もう肌がね、敏感な時にも使ってるから、本当によーくお世話になってるんだけど、特にこのカラーがね、自然にトーンアップしてくれる感じがあるので、もうこれはね、こうプチプラ縛りといえど本当にリアルに大好きなコスメです。こんな感じでちょっとツヤっぽい感じ。こちらティルティルのマスクフィットクッションの 21N 使っていきます。アイボリーって書いてあるんだけど、私のお肌よりも若干明るめかな。超ツヤンツヤの肌になる気がします。どう？ここのツヤ玉やばいね。ここで取ってからここでなじませてのせる感じにしてます。だから思ったより少なめにのせてるんだけど、こんな感じのツヤ感よ。割とね、リキッドファンデばっか使ってたんだけど、クッションファンデやっぱ楽だね。いいじゃない、いいじゃない。じゃあ次に行きましょうか。続いてエトボスのミネラルインナートリートメントリキッドコンシーラー、オレンジベージュとライトベージュを使っていきます。エトボスどんだけ使ってんのって感じなんだけど、まあ、エトボスのねコンシーラーめちゃ好きなんですよ。多分この後もまた別のコンシーラーが登場すると思うんだけど、ちょっと肌の悩み的にはこっちの方を使っていきます。オレンジベージュとねライトベージュでこのようなカラー展開になります。で、このオレンジベージュの方はクマの下ですね。エトボスのねコンシーラーめっちゃね柔らかいんですよね。なんか目の下とかね、結構こう動きやすい部分とかはすごいいいんですよ。ライトベージュでなんだけど、ここのねクマのさ下にここにポコってなってるじゃん。そうなってるんですよね。ここを隠すためにライトベージュをこの背の上に軽く乗せてきます。あとはちょっとオレンジベージュとライトベージュを混ぜて、鼻の下だね、そこのね赤みがまだちょっと残ってるので、ここもね乗せていこうかな。これもねこう季節の変わり目とかの、そういう敏感になりやすい肌とかにもやっぱり使えるので、もうエトボス様様ですよ。本当にありがとうございますって感じで、なんかでも最近季節の変わり目のせいにしていいのかわかんないんだけど、マジで朝より起きられなくなっちゃって、まあ、まずそもそも私はね起きてから起き上がるまでの時間がめちゃめちゃ長いんだけど、最近は目を覚ますのですらちょっと辛いというか、なんかね起きるのがしんどくなってきましたね。寒さのせいなのかな。こちらセザンヌのキュアナレスパウダー使ってきます。もうこれ大好き、もうそこ見えです。さっきまでこうツヤっぽくしてたんだけど、ちょっとマットな感じに仕上がるかな。あーめっちゃ好きな仕上がり。最近ねこうファンデーションをがっつりツヤっぽい感じにしてマットなパウダーを組み合わせるっていうのが好きで、そうなんかそうするとさ、こんな感じでこう内側からツヤってる感じ、この質感がもうたまんなく好きなんですよ。そうでもなんかツヤツヤすぎないみたいな、そう感じでシルク肌っぽい感じになるのが最近もうドハマりしてて、最近好きな肌質なんですよね。うん、でもちょっとマット寄りかな。どうだろう、ちょっとやっぱでもお顔が白くなってきちゃったね。今日タートルネックとかにしようかな。ね、イトボスのミネラルコンシーラーパレットピンクベージュを使っていきます。コンシーラーさっきも使ったじゃんって感じなんだけど、眉毛はねこのコンシーラーがめっちゃいいのでこれを使います。もうねちょっと使いこなした感がすごいんだけど、この一番明るいカラー使いますね。この筆がめちゃめちゃ良くて、そう細く描けるの、ここが細くない？最近はペンシルで眉毛を縁取るんじゃなくてコンシーラーで縁取るようにしてます。見えるかな、こんな感じで薄く線を引く感じで眉毛の下のガイドラインを作って
感じ。後でぼかすからちょっとこのね線が太くなっちゃっても全然いいんだけど、こんな感じで縁取りまして、ちょっとぼかします。こちら富士子のタシパレ抜け感アイブロウを使っていきます。このカラーが可愛いよね。このブラウンカラーもね、ちょっとまずはカラーのせていきます。これブラシもありがたくてさ、結構こういう感じの眉尻も描きやすいんだよね。割とそこまでね暗すぎないからいいね。本当に眉尻だけにのせていく感じでいきます。ベージュカラー、これねちょっとラメが入ってるんだけど、これを眉頭にねちょっとぼかしていきます。なんかこれがあるとすごいふわっと感が出るんですよね。そう、柔らかい感じの質感になる気がするので、これをのせる。そしたらセザンヌの超細身アイブロウディープブラウンでちょっと足りないとこ埋めていきます。でちょっとねこっち側の四方がね下の毛が少ないので、ここをこう一本一本足していくような感じで変えていきます。ちょっとね整えた感じです。そしたらこれ&Bのクリアマスカラ使います。これまた最近ね私の中で着てて、最近よく使ってるんですよ。こうねどうしてもね私の眉毛の形的にこう下にねどん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 こう落ちていっちゃう感じがあるので、その形を整えるためにもこう剃ってきます。結構眉毛の毛流れで眉毛の形もねすごい変わる気がするんだよね。いやーいいね、まあ、本当にね眉毛は模索中です。てかこれやろう、このワンジョンヨのリップマスクつけてきます。最近これしかつけてないんじゃないかレベルで超大好き、愛用してます。本当に全く乾燥感が気にならない。これ本当に良すぎてこの間もう一本やっぱ買いました。これなくなったら私もうどうしようと思って困んなと思ったのでもう一本買いました。結構綺麗な感じにできたかな。眉毛もこんな感じです。そしたらアイシャドウ&Bのパレットアイシャドウカッパーブラウンを使っていきます。カラーもこんな感じの4色。うわめっちゃ可愛い。 &Bは本当に発色が華やかで綺麗ですよね。こうまず明るいカラーをのせてきます。指とかでがっつりのせちゃっても可愛いかも。最近こういう明るいカラーをこの目頭のとこまでこうつなげてのせるのが好きなんですよ。ちょっとこういうツヤが出る感じで、ここがねすごい好きなんです。そしたらここのカラー取っていこうかな。二重幅にのせていこう。割とこの二重幅のとこに基本的に塗って軽く外に伸ばすみたいな。&Bもねなんかよく俗に言うプチプラっていうイメージの価格帯ではないからちょっとね迷ったんだけど、でもねやっぱりねこの華やかさと発色唯一無二でね私はすごいおすすめしたいのでちょっとこれを使います。それにこう延長線引いていく感じで、ちょっとね意外と動画だと伝わりきれないからちょっと濃いめにのせるんだけど、本当にねお好みでいいと思う。このね濃いカラーとちょっとこう混ぜて眉毛にちょっと足していこう。統一感出るようにね、ふわーっとこんな感じ。うん、いい感じよ。富士子のマジカルアイブロウカラー03番グレーブラウン使っていきます。こんな感じ、アッシュ系のブラウンって感じ。&Bのねさっきの下地が毛流れをねキープしてくれるので本当にカラーだけのせるっていうイメージで、エデジャブのアイカラーのピュアブラウン使っていきます。こうスル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 ってかけるタイプ、もう超簡単、滑らか。内側に描いていきます。そうでも未だにね内側描くのちょっと怖いんだよね。あー緊張の瞬間だね。うん、お自然ケイトのラッシュフォーマー EX 使っていきます。もう何回も出してる、もう大好きな大好きな大好きなマスカラです。もうカラーもこんな感じ。プチプラ界で一番好きなコスメをあげるとしたらこのマスカラかな。まつげの主張が出てくれる感じ。うん、ほらめっちゃ出てこない。カールキープがすごい強くてウォータープルーフだから、このメイク落とす時のことを考えると、まあ、最近ね一日出かけない時とかはあんまり使わないんだけど、でも逆に言えばもう今日は絶対に落としたくないって時とかも最高。こうダマになる感じもね全然ないんだよね。もっと広まっていいと思う本当に。こんな感じバサバサだね。ビセリセのフォギーオンチークス BR320 番ブラウン系のカラーですね。そう、これを軽くのせてきます。ちょっとガーリーな感じに仕上がるから最近は上目の方にのせるのが好きで、この上半分っていうのを目標に塗ってます。ちょっとで彫りを深めたいからアイシャドウブラシのせてちょっと軽くね
この辺も乗せてっちゃう。もうそう、シェーディングの役目もちょっとこのまましちゃいます。ほんとね、軽く色づくし、チークと同じカラーで統一感も出るからすごいおすすめ。レブロンの03番のカラー使ってきます。結構茶色こっくりで、アイシャドウと合わせた時このカラーが一番合う気がしたのでこれにするんだけど、結構カラーがのりそうな気がする。ちょっとだけティッシュアップしよう。軽くのせよう。うん、どう、いいやん。じゃあ髪の毛やらやら下ろして、また再度ちょっとリップとか調整しようかな。うん、ちょっと行ってきます。はい、完成です。こうジャケットとか合わせてみたんだけど、より秋感が増してる感じがしますね。ね、でメイクとかはすごい華やかじゃない。ね、なんか秋らしくて落ち着いてるんだけど華やかさもあるみたいな。もうね、本当にもうドタイプな感じでございます。改めてプチプラ縛りでメイクやったんだけど、やっぱりすごいね。久々にこういうさ、あのブラウンっぽいメイクもやったので、ちょっとまた雰囲気が変わった感じになったんじゃないかなと思います。またね、もう全然いろいろとコスメは買い揃える予定なので、また今なったら紹介していきます。ということで今日はここまでとなります。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。